響ちゃん。翔子さんがペンダントの中に一緒にお星様を見てくれたでしょ。それに蛍の光見えたって言ってくれた。変だって言わなかった。すごく一生懸命見てくれた。嬉しかったんだよ。タマはよく変だって言われたよ。なんだかいけないのかなって。だからいつからかもうできるだけ変なこと言わないようにしてた。けどね、そうじゃないよ。どうしてかな、タマはうまく喋ることできないよ。でもね、翔子さんはあの夜も一緒に一生懸命考えてくれたよ。けどね、もう一回やり直してみるよ。あ、やり直しじゃないよ。タマは今生まれたてのほやほやだから。うん、タマは自分
自分の気持ちとかを一番に。これから生きてみる。これからやっと初めて。ショウゴさん、今こんな顔してる。大丈夫。うまくいかなくても、タマは自分で知って、感じて、考えるから。それで、またやってみるよ。悲しい目に遭うことがあったとしても、それでまた自分で知って、感じて、考えるから。うまくいかなくても、うまくいっても。それでも、くじけた時は、ショウゴさん、ちょっぴりだけ照らしてほしい。それから、これ。天国の電話番号だよ。飛田さんがお金くれたバイト代だって。千早のみんなに電話したいから買ったの。ショウゴさんに電話したいから。するね。電話するね。絶対するね。絶対絶対するからね。それでまた会いに来るからね。絶対来るからね。ショウゴさんに会いに来るからね。Thank you.
車で暮らせよ。元気でな。トモヤ、泣くな。男だろ。さて、これで2匹とも片付いたな。大丈夫だって。お前が心配しなくてもあいつら勝手に生きるよ。たくましく生きて生きて生きまくりじゃくりさ。遠距離恋愛には金がかかる。よかった。来たんだよ、会いに。そばにいたかったから。ショウゴさんのそばにいたいから。よかったな。これからは金がかからなそうで。お願い、ショウゴさんのとこに置いてほしいんだ。それでもいいんだ。じゃあダブルベッド買って。マンション買って。やっぱり金はかかりそうだな。ちょっと待った、サバちゃん。マクロさん。サバちゃん、マンションなんかダメっす。俺の方がもっとサバちゃんにふさわしいものを与える男っす。のイメージにぴったりの白い小さな家を建てよう。庭にはブランコがあって、優しげな霞草も揺れる。ホタルだって話すんだ。おいおいおい、立ち直りが早いのは立派だけど、ちょっとマグロ先走りすぎてない？落ち着けよ。肉体と精神を鍛え直した。タマちゃん、新たな俺を見てほしいっす。男の勝負はまだこれからっす。俺の男をタマちゃんに見てもらうっす。俺の男っぷりを見たらタマちゃん見直すはずっす。勝負先輩、正々堂々男と男の真剣勝負っす。はあ。ショウゴ先輩、かかってくるっす。ふっ。どうやらこれからもドタバタが続きそうだよな。な、トモヤ。勝負の場面っす。